整形のお話をしようかなと思って、ちょっと今までやってきた施術っていうのがまあこんな感じで、17歳の時にやった埋没から骨切りもやって、全切開4回、鼻整形も4回、まあいろんなね大体のことをやってきたんですけど、そのね細かい部位についてのまた説明、写真とかを使って説明したいなってことがあるので、それはまたおいおいやるとして、今日はこのやった中で実は旦那に言ってない美容整形が一つだけあるんです。それを今回ちょっとカミングアウトしてみようかなと思って動画を撮ってみました。はい、その整形っていうのがまあ日本で受けたミニ V ラインという顎の骨切りですね。骨切り手術自体はまあこれも後々ちょっと別動画で詳しくあげるんですけど、大学病、日本の大学病院での骨切りと韓国のまあ有名、あのかの有名な美容整形、骨切りの美容整形での頬骨と顎エラ3点 V ラインとですね、やった後にやってしまったんですよね。さすがにね全部知ってるんです。全部今までの手術歴を知ってるし、美容整形が大好きってことも知ってるし、隠してることは一つもないんですけど、骨切り骨切り骨切りしてきてまたやるっていうことをちょっとね、ちょっと言いづらかったかな。まあまあバレてないっていうことが悲しいんですけど、一番ってことはそんなに変化がなかったってことですよね、極論言ってしまえば。なんですけど、まあ、一応ね骨切りをしたことを言ってないということは、骨切りの話とかをしたいのにちょっとそこは伏せて言わなきゃいけないのもなっていうことからちょっと考えて、まあちょっと動画でねどういう反応になるのかがわかんないけど、呆れられるかな。さすがに何回骨切ってんねんって話になっちゃうから、私の予想は、は？って感じだとは思うけど、でも変化がないなら別にね、整形してなかったってことにしちゃってもいい気もするんだけど、まあまあでもね、それをちょっと動画で後で旦那が帰ってきてからちょっと言ってみたいと思います。はい、ということで昨日ちょっと動画を仕事に帰ってきてから遅い時間になっちゃったので撮れなくて、次の日になっちゃったんですけど、今旦那がいるので呼んで、ちょっとねその言ってなかった整形をカミングアウトしたいと思います。アッパー、アッパー、ここに立ててほしいんだよね。こっち側に立ててほしいんだよね。何？あらちゃん。なんか今美容整形の、あの動画を撮ってて、なんかいろいろやってきたじゃん。うん、美容整形。うん、でコロナで会えてない時に結構やったでしょ。うん、覚えてる？何やったか。覚えてるよ。それで。うん、全部知ってるじゃん今まで骨切りから、うん、その中で一個だけ言ってないことがあって、うん、何その普通の反応。何だと思う？ 何をやった？分かんないでしょ。それは何をやったの？何か変わったところなかった？一つも？なかった全く、うん、何？当ててみて。え？当ててみて。
多分誰も気づいてないからね、気づかないんだと思うんだけど、今まで骨切りを韓国でもしたし日本でもしてきたじゃん。で韓国でした後に顎先をねもう一回切ってるんだよね、切ったんだよねなんでってなんか先生に言われて、ちょっと長いんじゃないみたいな、パッとって言われたんだ。そう、え、びっくりしない？全然イライラじゃない、イライラじゃなくてさ、で骨切りをしたんだよ。なんで気づかなかったんだ。でも誰も気づかなかったんだよね、なんかだから変化がないのかな。いくらだ、いくらだと思う。でもバーの車よりは安いよ。だから車がこれで10台ぐらい買えるって思うと、まあそれで一生ものって思えば安くない？で車4年ぐらいで乗り換えるでしょ？ってことは安いっていうか、コストパフォーマンスはいいかもしれないね。それで一生だもん。うんうん。そう考えたら一生ものだから。本当に？でもさすがに骨切りさ、3回も4回もやばいなって感じしない？しかも誰も気づかないっていうのかな。まあね。そうだからさ、なんかさ、顎がさ、なんかさ、なんていうの、くぼんでるっていうことなかった？なんかさ、え、なんか最近さ、顎がさ、なんていうの、なんか顎がくぼんでないみたいな。え、くぼむっていうのはちっちゃくなったんじゃなくて、なんていうの、なんか変なさ、ラインが出るようになっちゃって、顎切ったからさ。最近？うん、最近。まあだから副作用なんだろうなと思う。なんか顎肉の除去もみたいなのもしたし、プレートも取ったし、でもプレート取ったけどまたプレート入れちゃってるからちょっと意味ないんだけど、プレートっていうかピンみたいな、ちょっとプレートよりは軽いやつ。まあすごいね、やっぱりさすがだね。ここまで全部の美容整形知ってればさ、驚きもしないか。驚きもしないよね。何したら驚くんだろう、逆に。しないでしょ。え、何も驚かない。そうだよね、骨切りしたで驚かないんだもん。心がもう子供になった。それはやばい。そんな日はさすがにレズビアンになったなったり、うん、それはないと思うけどな。あ、じゃあすごいすんなりと受け入れてくれて、うん、え、でも全然気づかなかったんだ、本当に。あー、なんかそれも悲しいなぁ。あれ、豚だったんだよ。いや、ほんとに。しかも結構腫れたからさ、まあ、動画の中で結構腫れたね、ブッサイクな顔が出てくるからびっくりすると思うけど、まあ、知ってるもんね。ダウンタイムはいろいろね。あー、こんな感じだったね。まあ、よかった、でも。ということで、すんなりと受け入れてくれた感じです。はい、ということで旦那にカミングアウトをしたら、まあね、反応はいつもあんな感じで、そんなにね、美容整形に対しての否定感がなく、私が美容整形をいろいろやってるってことを知っているので、まあ骨切ったところでそんな驚かなかったっていうことなんですけど、まあね、やっぱりこう骨切りをするとプレートっていうのが中に入るので、それを取らない限りは一生ついてるので、私も結構入ってるんですけど、まあ、写真で載せときますね。なのでパートナーだったり彼氏、まあ、旦那さんだったりが知ってる方が、骨切りプレートが残ってる場合はなんか罪悪感がないのかなっていうのも思うところで、やっぱり歯医者さんだったり、それこそ私がよく思うのは、自分が死んだ時に骨焼かれてなんかプレートが出てきたみたいな、ちょっと気まずい感じになるよりは知ってた方がいいのかなとか思っちゃうので、はい、そんな感じで今日はカミングアウト編をちょっとやってみました、うん、すごい面白い反応にはならなかったんですけど、まあリアルなね反応だったかなと思います。はい、こんな感じで美容整形編もいろいろ目のパーツ、鼻のパーツ、顎、骨切りのパーツ、包茎とか、まあ、人中とかいろいろやってるので、それを細かく動画で
写真で説明しながら出していけたらいいなと思うので、これから美容整形編も見てくれたら嬉しいです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ちょっとね、衝撃的なブサイク写真が出ちゃってるので、それでちょっ とチャンネル登録者が減っちゃったら悲しいので、登録はそのままで、してる方はそのままで、してない方はしてください。はい、ではでは、また美容整形編も撮っていきたいと思います。ではでは、アンニョン。